BGM-71 と等はアメリカ合衆国で開発された対戦車ミサイル。名称は発射塔で発射され、光学的に追跡され、有線で誘導されるのかしら文字に由来する。アメリカ軍における正式名称は BGM-71。1970年以来、世界で最も多く利用されている対戦車ミサイルである。 現用のとは第三世代主力戦車の装甲を貫通できるとされている。陸上自衛隊では1982年から a 1 s 専用に導入されている。ミサイルはチューブ型コンテナに収められており、発射機にチューブごと装着して発射する。この発射機は約7年完成日なしに使用できるとされている。誘導方式は 半自動指令照準線一致誘導方式、サクロスであり、ミサイルの出す光と照準中心とのズレを修正することで誘導する。そのため、発射から着弾までいてが、照準中心に目標を捉え続ける必要がある。発射後も、ミサイルと発射機は2本のワイヤーで接続されており、誘導情報はそのワイヤーにより、電気的にミサイルへ伝達される。アメリカ陸軍のほか、 陸上自衛隊や西側諸国の多くで使われており、不評による運用のほか、車載型ミサイルや攻撃ヘリコプターに搭載されて運用される。長年の使用に伴い弾頭や誘導方式に改良が加えられ、様々なバリエーションがある。しかし、着弾まで誘導し続ける必要があることから、誘導中に敵に発見、反撃される危険があり、 現在は打ち放し式との導入が課題となっている。開発はヒューズエアクラフトで1963年から1968年にかけて行われ、地上及びヘリコプターからの射撃性能を持つ XBGM-71A が試作された。1968年に試作品の試験契約が結ばれ、1970年までアメリカ陸軍で 運用試験が行われた。地上発射型は M40106mm 無反動砲 MGM-32A 対戦車ミサイルの後継としてヘリコプター搭載型は A ジム -22 空対地ミサイルの後継装備品として採用された。1972年からはベトナム戦争に投入され南ベトナム側に配備されたとは UH-1B ヘリコプターに搭載され、北ベトナム軍によるイースター構成と対峙した。とは、改修を重ね、1978年にはと改め、1983年に、とに A を呼び、B と発展し、現在でも改修は続いている。イラク戦争でもアメリカ軍は、と運用している。2003年7月22日の攻撃でも使用され、この攻撃で、 ウダイ・フセイン、クサイ・フセインが死亡した。現在は、レーセオンがヒューズからライセンスを取得し、生産と開発を行っている。ヒューズは、1989年にワイヤレス型のトニゲヌを開発したが、アメリカ軍には採用されなかった。レーセオンは、との改良を続けているが、ホット、と、後継装備計画は1998年に、中止され、と、FF。 とファイアンドフォーゲット、打ち放し式と計画も2001年3月に短縮が決定した。2001年から2002年、レーセオンとアメリカ陸軍は、と2バイトのさらなる長射程化を共同で研究した。これは、当初と2バイト、ER と呼ばれていた ER、ER イコールイコール射程延長が、現在は、と2バイトエアロと呼ばれている。これは2004年から生産されているが、 BGM といった米軍の正式名称は未だ定められていない。現用のとは打ち放し式ではなく、半自動の優先指令方式であり、第二世代のミサイルに近い。つまり、誘導装置は発射装置に接続されていて、いては命中まで目標を見続ける必要があるということである。このため、打ち放し式のとや、打ち放し可能な後継機種の開発が進められている。 イランは革命前のパフラビー朝時代に購入したとのリバースエンジニアリングを行い、コピーに当たるトゥーファンを製造している。とは、アメリカ軍では BGM に該当する。これは、地上及び空中射撃、B、対地攻撃用、G、誘導弾、M の意味である。B は、ミサイルそのものが無改造で各種の発射機から射撃できるものにのみ付与される。M228 射機は、 不評が使用するが、搭載可能な車種も多くある M151、M ハンビ B、M113 など。この発射機は、設計上は、個人傾向が可能だが、実際には、巨大すぎるとの声がある。赤外線センサによる、夜間射撃性や、軽量化といった改良も加えられている。連度の低い兵士型で、敵戦車を撃破したという記録も残っており、 それが評価影響を与えた一因となっている。M2、M3 ブラッドレイ、M1134 ストライカー走行車 a ィム、M901ITV などの車種は各種車両専用の走行化された発射機が開発されている。これらの発射機あるいは搭載車両はトゥアとアンダーアーマーと呼ばれることもある。カナダ軍は1990年代のボスニア紛争に これらの車両を発見している。ヘリコプターの場合、R-1 コブラ搭載の M65 射撃管制システムが最初であるが、UH-1 ヒューイ用の XM26 も開発された。MD500 の軍用型である MD500 ディフェンダー用のランチャーも発されている。R-56 ヤン用のシステムも開発が着手されたものの、後に中止された。 R-1 は最大発発をチューブ型ランチャーに装填された状態で胴体中央部左右のスタブウィングに搭載する。M41 と E ータス改良型目標補足システムは M220 発射機とビ米専用発射機の後継機である。E ータスは現在航空機に搭載されるかアメリカ陸軍とアメリカ海兵隊及びその予備軍の不評用に運用されている。 イータスは対戦車部隊の攻撃力向上に加えて、混成体に不可欠な機能を与えている。とイータスを装備した対戦車部隊は、脅威度の高い目標を撃破できるのみならず、偵察、目標補足能力を有し、後方社会や市街地戦闘能力に優れる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。